え皆様本日はお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございますご紹介に預かりました武田ですグーグルにてモバイルアップソリューションスペシャリストとしてモバイルアプリプロモーションの戦略立案を担当させていただいております武田と申します本日私のセッションでは動画を使って集客しよう昨今飛躍的に増えてきております動画を使ったアプリのプロモーション 特に YouTube などのオンライン動画を活用したプロモーション事例これを実際の事例を踏まえて皆様にご案内したいと思います短い時間でございますが最後までどうぞよろしくお願いいたしますさて私のセッション3部構成となっておりますまずはじめに最新動画プロダクトのご紹介続いてオンラインマーケ,ティングマーケット概要最後に 効果的な動画広告の活用方法についてお話ししたいと思います早速参りましょう最新動画プロダクトのご紹介ですまずは google の持つ動画プラットフォーム youtube について簡単にご紹介させてくださいこの youtube 現在月間10億人のユニークユーザーを誇る世界および日本で一番大きな動画サイトとなっております その大きさ日本におけるパソコンユーザーの実に4割弱モバイルユーザーの7割近くにリーチすることができるんです当然そのアップロードされる動画の数も膨大なんと今や1分間に400時間もの動画がアップロードされておりますそうこうしている間にもさまざまな新しい動画が生まれてきています中にはこんな変わった動画もありますご覧いただきましょう スターウォーズ三シックスティです。あれ音が出てないですね。音声って出ますか？あすいません音声って出ますかねこちら、えー。すいません。じゃあちょっと今回最初のところは映像だけでお楽しみいただこうと思います。ちょっと後ほど音声調整よろしくお願いします。 こちらの動画ですねご覧いただいている通り、スター・ウォーズの世界を示しているんですが、このようにマウス操作を使ってですね自由に視点を切り替えることができるユーザー参加型の動画となっております。こちらの動画ですね、あよろしくお願いします。今、パソコンですのでマウスを使ってぐりぐりと操作をいたしましたが、皆様、お手持ちの携帯電話を使ってアクセスしていただくと、もっと直感的に、 上を見たり横を見たり自由にこの動画の世界を冒険することができるんです特にですね、えー、本日一番初めのブレイクアウトセッションでもご紹介させていただいたんですが VRGoogle でもですねこういうカードボードというヘッドマウントディスプレイを用意させていただいておりますここにですね携帯電話をこうやって設定してみていただくともう想像つきますね この映像を 3D の立体映像としておためお楽しみいただくことができるんです。このカードボードですね、隣のブースにてご用意しておりますので、ぜひ後ほど体験していただけますと幸いです。音出そうですか？もうちょっとこれの話しましょうかでは。えっとですね、VR という形で今非常に流行ってきております。あのオキュラスみたいなですね、ヘッドマウントディスプレイ。ひょっとするとお持ちの方いらっしゃいます？あまりいらっしゃらないですね。 あの私も欲しいんですがなかなか高くて手は届かないんですね、そこでグーグルのこのヘッドマウントディスプレイカードボード、ご覧の通りり段ボールなんですよ、20ドルほどという非常に安価なお値段で、えー、ネット通販でも出ておりますのでぜひ、お持ちのこれ、iPhone でも Android でもお楽しみいただけますので買って楽しんでいただけますと幸いです、隣のデモボースもございます、そうですね、じゃあもう少し場をつなぎましょうか。あの皆様 あちらではなくこちらにいらっしゃるということは大半がマーケットのマーケティングのご担当者様という感じですかね皆様の中でオンライン動画を使ってすでに広告をやったことあるよという方はどれくらいいらっしゃいますかあ,ありがとうございますでは、えー、オフライン特にテレビ CM などのマスク広告をやったことあるよという方はどれくらいいらっしゃいますか ありがとうございますまだちょっと全体の1割ぐらいというところですね本日ちょっと音の調整をしらいる間私のセッション簡単にどんなことを話すかなんですけれども、まあ、オンラインの、まあ、Google ですので YouTube 側での話は中心とさせていただくんですがぜひテレビ CM を活用されている企業様こそ合わせてやっていただきたい調査の話なんかをしようと思っております昨今ですねテレビ CM のご活用非常に増えてきております もともとオンラインに人が流れているという,ふうに言われて久しいこのご時世なんですけれども逆にテレビ CM 側での活用このテレビ CM を流すとほとんどの人がスマートフォンを持っているために CM を見ている間に4割近くの人がスマホを使ってすぐアクセスできるんですねもうすでに打たれている方はそういった意図もあってやられていると思うんですけれどもウェブ側およびアプリなどのオンラインのゲームやいろんなサービスをお持ちの方 テレビ CM 打ったときにきちんとユーザーがすぐに動線として入ってくれるこれもスマートフォンの普及によるものですパソコンのみのウェブサービスの時代ですとパソコンの前にいないと検索してくれないんですねテレビで〇〇で検索といってもそれから検索してくれるまでにある程度の人間が落ちてしまうお音復活しましたねこれ先ほどの映像ですね、えー、R2D2 から見た 潜入動画になりますこれスターウォーズ360で調べていただくと出てきますのでぜひ皆様お手持ちの携帯電話でお楽しみいただけますと幸いですえこちらの動画ですねご覧いただいている通りスターウォーズの世界を示しているんですがこのようにマウス操作を使ってですね自由に視点を切り替えることができるユーザー参加型の動画となっておりますえこちらの動画ですね 今パソコンですのでマウスを使ってぐりぐりと操作をいたしましたが皆様お手持ちの携帯電話を使ってアクセスしていただくともっと直感的に上を見たり横を見たり自由にこの動画の世界を冒険することができるんです。 さあ大変長らくお待たせいたしましたご覧いただきました YouTube360 度動画なんですけれどもこういったですねオフラインではないオンラインならではの技術を使ったクリエイティブを作るとユーザーとのコミュニケーションエンゲージメントの仕方がぐーんと広がります実際にこの YouTube360 度動画もうすでに実際の広告クリエイティブとしてご活用いただいている事例もあるんです さあこのような360度動画の広告および皆様がお持ちのゲームやアプリのティザームービープロモーション動画などこれをどうやったら多くの人に見ていただけるのかグーグルが持つ動画広告 YouTube 上での広告掲載プロダクトを2つだけ紹介させてくださいまず1つ目 TrueView インストリーム広告です YouTube をご覧いただいていて 途中でスキップできる動画,に動画に当たったことある方多いんじゃないでしょうかこれがトゥルービューインストリーム広告トゥルービュー本当の主張という名前を冠しておりますようにこちら皆様がもしも興味がなくてスキップしてしまった場合広告料金をいただいておりませんスキップされてしまった分は無駄だからです このような本当に見た人の分だけご利用料金をいただくトゥルービューインストリーム広告中でもアプリのプロモーションを行う際はですねこの左端の赤枠のようにインストールボタンをつけることができます動画を見て興味を持った人はすぐに App StoreGoogle プレイへ誘導してアプリをインストールしてもらうことができるこのような強力な動線もありまして動画広告でありながら バナーを用いたアドネットワーク上での展開と同等およびそれ以上の高いパフォーマンスであるとご好評いただいております続いてもう一つ TrueView インディスプレイ広告です実は先週本ローンチしたばかりのほやほやの広告プロダクトとなりますこちらですね今度は iOS、Android 共通です YouTube アプリを起動していただいたトップ画面左上ですねここにドドーンと 動画のサムネイルと説明文を掲載すすすることがでできますさらにですね動画を見ているとスクロールして下の方にこうずらーっと関連動画って出てきますよねこの関連動画の一番上にも同じようにサムネイル付きで広告を掲載することができますもしも皆さんが本当に興味を持ってくれそうなユーザーにきちんとターゲティングできていればその時この掲載 皆様からするとアプリの宣伝動画ですが YouTube を見ているユーザーからすると面白そうなコンテンツの一つとなるんですそうネイティブ広告ですこのように YouTube の動画視聴という自然な行動の中に皆様の動画の広告を宣伝することができるんですねさあ 多少不適切がございまして申し訳ございませんが360度動画から先週出たばかりのトゥルービューインディスプレイ広告まで Google の最新プロダクトをご紹介させていただきましたさあここでちょっと視点をマーケット全体まで広げてみましょうオンライン動画マーケット概要です皆様に覚えて帰っていただきたい数字が3つございます5470そして 61です54%の方がスマートフォンを所持しています日本においてようやく半分ちょっとです先進国の中では決して高い数値ではございません13番目かなトップを走るシンガポールや韓国ではこれ80%近く日本のスマートフォン市場はまだまだ伸びる余地がございますとはいえ2人に1人がスマホを持っているこのご時世 YouTube の視聴スタイルにも変化が訪れております70実に70%のユーザーがモバイルから YouTube を楽しんでいますパソコンから見る人の倍以上いるんですねさあこれだけみんながスマホを持ってモバイルでコンテンツを楽しむようになると私たちのライフスタイルそのものにも変化が訪れますこちらの画像をご覧くださいテレビを見ながら パソコンや携帯タブレットを使ってコンテンツを見る今や当たり前の光景ですよねこのようにいろんなスクリーンを使ってコンテンツを楽しむ基調講演でピーターからもご説明させていただきましたがマルチスクリーンという時代が到来しておりますさあ日本においてこの複数デバイスを同時に利用するユーザー61%おります 10代20代という若年層に限るとこの数値80%近くまで上がりますよろしいですかテレビを使ってリーチできるユーザーの6割ないしは8割というユーザーはもうオンラインからもアプローチすることが可能なんですこれがマルチスクリーン時代これだけみんながモバイルを使って動画を見ていると当然モバイルを使って動画で集客したいよねという話になります 私のコンテンツの最後になりますえっ、ー、と効果的な動画広告の活用方法ですさあ動画広告お金がかかりますお金をかけるならなるべく費用対効果を高くしたいというのが人情です皆様に3つのヒントをお話ししたいと思います最初と最後の5秒間ターゲティング構成そしてブランド効果測定です さあ順に見ていく前にまず一つ事例を紹介いたしましょう755様のアプリプロモーション事例です昨年末から今年頭にかけて755というテレビ CM ご覧いただいたことある方結構いらっしゃるんじゃないでしょうか実際その間 YouTube 上でも大規模なオンライン動画を使ったマーケティング展開を行っております理由は若年層へいち早くリーチしたかったから このキャンペーン成果とってもシンプルです。TrueView、じめに紹介したやつですね。あれの CPI が200円以下、1件ダウンロードしてもらうのにかかるコストが200円を切ったというキャンペーンになります。どうやったのか彼らが工夫したのは、クリエイティブとターゲティングです。さあ、動画をご覧いただきましょう。映像の切り替えと音声をお願いできますか 見ている皆さんこんにちは AKB48 ですさあ私たちもハマっているアプリ755皆さんもやってますかいかがですか YouTube をご覧の皆様こんにちは AKB48 ですここまでで5秒755は AKB をはじめとするいろんな芸能人とトークすることができるアプリクリエイティブに起用したのは AKB48 です なら当然ターゲットすべきは AKB をはじめとするさまざまなアイドル関係の動画やそれを見そうな人たちこんな人たちに対して YouTube をご覧の皆様こんにちはと話しかけるスキップされないんですね実際にこのクリエイティブかなりの高視聴率を記録しました視聴率が上がると視聴単価が下がるという仕組みになってますので結果的に CPI は200円を切っております えー、この最初と最後の5秒間のうち今のように最初の5秒間特にユーザーがスキップするか判断するのは初めの3秒と言われておりますここできちんと引きつけることが重要です755様はテレビ CM を実施していたのでそのクリエイティブもございましたもちろんそれも Web 上でも試しておりますただそれと別にこういうオンライン用の動画をお作りいただくことで よりり高い費用対効果を実現しておりますさあ最初の5秒間結構皆さんは注意されるんですが忘れがちなのが最後の5秒ですせっかく皆様の動画広告を興味を持って見るという選択をしたユーザー終わってすぐに本編が始まって15分20分経つともう皆さんのアプリのこと忘れちゃうんですねそこで最後にこんな静止画を5秒ほど挟むどこどこでダウンロードできますよ何百万人が遊んでますよ何でも結構です ユーザーザが行動できる時間を与えましょうたったこれだけの工夫で動画広告飛躍的に効果改善が見込めますさあクリエイティブのお話をいたしました続いてはターゲティング構成です先ほど7 5号のところでお話しした通り AKB のクリエイティブだから AKB を含むそういうアイドルの動画やそれを見そうな人たちに出そうというターゲティング戦略 これを実現するためのターゲティング構成をきちんと整えましょうというのは2つ目のお話です Google ではさまざまなターゲティング方法をご用意しております、はい、特に覚えていただく必要はないですので、はい、どうぞ写真も撮ってくださいあのこの内容ですね一個一個全部吟味するというよりは、まあ、動画をターゲットしたりチャンネルをターゲットしたり人を年齢や性別でターゲットしたり 他にも皆様がお持ちの YouTube 動画を見た人をターゲットしたり皆様が Google プレイで公開していただいているアプリをインストールした人をターゲットしたりその類似ユーザーに出したりい,、まあ、いろんなことできるんですよいろんなことできるんですがここで皆様に覚えておいてほしいことは一つですすべてのオンライン動画プロモーションに効くというターゲティング構成は存在しませんご来場の皆様いろんなアプリやビジネスをお持ちなはずです 仮に競合となる方がいらっしゃったとしてもそのステージによってリリース直後なのか1年経っているのか解決すべき課題や取るべき戦略は異なるはずならば当然皆様のそれぞれのフェーズにおいて取るべきターゲティング構成変わってくるんですねもしよろしければどういったユーザーを取りたいかどんな悩みがあるのかお気軽に Google までご相談ください一緒に皆様に最適なターゲティング構成を考えましょう とはいえですね YouTube のこの動画興味持っていただいてちょっとだけ少額で試したいという方におすすめなのがコンバージョンオプティマイザーですこれまた2週間ほど前に出たばかりの新しいプロダクトなんですけれども CPI 目標自動入札を書いてます CPI1000 円などと指定すると1000円以下で取れそうなユーザーを自動で集めてきてそこに出してくれるという優れものですがその CPI1000 円に結構個数って結構保守的に出るんですね なので大規模の展開を行う場合上の方のターゲティング構成とこれを合わせて使う併用を Google ではお勧めしておりますさあ、えー、クリエイティブとターゲティング構成どちらかというとパフォーマンス寄りのお話をさせていただきました最後ですねブランド効果測定についてお話ししたいと思います動画広告です足元 CPI200 円以下などかなりの高効果でご活用いただいてはおりますが本当ならば皆様のアプリを覚えてもらったり 皆様のアプリを検索してくれるもっと言うと自然流量を増やす力があるはずなんですこれをきちんと測りましょうというのが本日私の最後のお話ですまずは事例をご覧いただきましょうメルカリ様の活用事例はい、動画の切り替えと音声の方よろしくお願いしますアメリカをはじめとして世界で使われるようなフリーマーアプリに成長させたいと思っています スマホ持ちであれば誰でも簡単に物の理解ができるフリーマーアプリです現在インストール数は500万を超え日本最大級のアプリに成長してきていますあのテレビだけではリーチできないユーザーさんにいかに効率よくリーチしていくかといった方法を探していました 動画を見てくれたあのユーザーさんというのが、まあ、本当に興味を持っているのかという分析ができていくこれは一つテレビではできない新たなアプローチその動画をきちんと見てもらった人に対してコストが発生しますと逆に言うとコスト削減にもつながりますというようなご提案をさせていただいたところまた非常に驚かれたでもこれはやるしかないよねと 動画を用いて若年層にフォーカスしてアプローチできるというところとユーザーの興味関心に合わせて細かいターゲティングができるので非常に効率的なターゲティングの訴求ができるというところで決めました本施作の実施後に行った Google さんの調査の方で動画広告に接触した人と接触してない人で比べると接触した人の方がブランド認知率が1.5倍になるということが明らかになりました リーチ単価に割り戻して算出したときにテ TVCM と YouTube のトゥルビューですね、を比べたときにトゥルビューの方が数十パーセント安かったですね今後はメルカリの会社としても海外市場への展開というところに力を入れていきます各国のユーザーデータであるとかマーケットデータというのは常にリアルタイムで更新をしていますし日本のクライアント様にお届けできる環境を Google としてはご用意させていただいております 世界のマーケットに対して案内してもらえるようなナビゲーターみたいな存在かなというふうに思ってます弊社の経営課題から理解いただいてまた次に進むべき道というものを一緒に考えてくれるまあ我々にとって非常に心強いパートナーさんですさあスライド戻していただきますかご覧いただきましたメルカリ様の事例です彼らがその自身のブランドの認知度を測るために使ったのが このブランド効果測定でですす仕組みは結構単純ですトゥルービューインストリーム広告を見た人と見てない人それぞれに画面中央のようなアンケートを行いますこのアンケートを通じてメルカリというブランドがどれくらいの人たちに知られているのかまたトゥルービューに当たることによってこれがどんだけ伸びるのかそれを 年齢別男女別などさまざまな見地から全て定量的に分析することができますもっと具体的な利用シーンをお話しいたしましょうとあるゲーム会社様の活用事例ですこの会社様テレビ CM やることが決定しておりました真ん中の赤い期間ですなのでテレビ CM 放映前に一度トゥルービューインストリーム広告を使ってオンラインで展開しその時にブランド調査をしましょう そして CM 実施後にもう一回しましょうというご提案をさせていただいておりますさあ早速結果参りましょうテレビ CM 実施前トゥルービューを見ていない非接触ユーザーの認知度が10%見た人が20%となりましたさあまずこの10という数字テレビ CM 実施前ですトゥルービューも見ていませんつまりこのキャンペーンを行う前のこのゲームタイトルの市場の一般的な認知度がこんな簡単に分かるんです そしてこれがトゥルービーを見たことによって20%と2倍になりますなるほど今回のクリエイティブを使うとブランド認知度を倍にできるかもしれない同じクリエイティブを用いたテレビ CM にも期待が高まりますそしてテレビ CM を実施した後もう一回同じ枠組みで調査をしたところ今度15%と30%になりましたさあここでも2倍です全体的に上がってますねブランドを認知させるキャンペーンとしては大成功ですですが この4つの数字見ていかがでしょうテレビ CM を実施されたことある方はひょっとすると違和感に気づいているかもしれません伸びすぎなんですよ2回目その前にテレビ CM やってるんですマス広告です。すべての方にこのゲームをテレビを通じて知らせることができていればトゥルービュー見ようと見まいと認知度変わらないはずなんですねしかし1回目と同じぐらいの認知度の上昇が出てしまった これは今回のゲームタイトルのターゲットユーザーの中にテレビ CM だけではリーチしえない層が存在したという調査になりますさらに面白いのが上段です上の10%と15%を比べますとここ1.5倍伸びてるんですよどっちもトゥルービュー非接触ユーザーですなのに伸びているなんででしょうテレビ CM です このようにブランド効果測定自体はオンラインでの測定手法なんですがきちんと全体のキャンペーン設計を行うことでざっくりとではございますが途中で行ったテレビ CM を含むいろんなオフライン広告 PR キャンペーン施策全てによるブランド認知度の上昇をこんな簡単に測ることができるんですテレビ CM によるユーザー認知度をちゃんと測ろうとすると結構骨が折れますよね ユーザーパネルを用いたアンケート調査を実施するとそれだけで調査費用だけで数百万期間にして1か月か2か月かかることがほとんどでしょうこのブランド効果測定トゥルービュー動画広告をある一定額ご出稿いただければ無料でこれだけのデータをご提供させていただいておりますそしてスピードですね私の知る限り最短で3日平均的には7日から10日ほどでこれだけのデータが出てきます PDCA を早く回したい方はぜひご検討いただけますと幸いですそして測れるものもう一つありますサーチリフト測定ですもう名前のまんまサーチがどれだけ伸びたかを測ります今回トップイレブンというトゥルービューを行った後で同じくこのトゥルービューを見た人と見てない人 トップイレブンというあらかじめ指定したブランドキーワードでの検索数がどれだけ伸びるのかを定量的に計測することができますこちらも調査費用無料ですブランドキーワードの伸び皆様あのこの会場だとまだあまりテレビ CM やられてない方多いんですがテレビ CM やられる方ってどうしてやられると思いますかアクティブユーザー数が増える 求ユーザーを掘り起こせる一番多い回答が自然流入数が劇的に伸びるです自然流入って何でしょう Google プレイヤーアップストア Google 検索における皆様のアプリ名ブランドキーワードの検索数ですだからテレビ CM のクリエイティブは最後にほとんどがまるで検索しましょうという直接的なお願いをしています にもかかわらずその後の検索数の伸びを図っているケースが非常に少ないんですね無料で測れるんでやってみませんかテレビ CM をはじめとする動画にはこの自然流入数もっと言うとブランドキーワードの検索数を伸ばす力は確実にあります確実にあるんですが今回やったテレビ CM のクリエイティブでそれを最大化できていたんでしょうか途中で没にしたクリエイティブ 1B の方が伸びたんじゃないでしょうか そんなことを気にする前に先にオンラインで AB テストやってみませんか無料でできますこれが Google からのご提案ですさあ活用事例をお話ししましょう A チーム様のユニゾンリーグです詳細内容は弊社の GoogleAdWords という公式ブログに載っておりますのでそちらご確認いただけますと幸いですさあユニフレになりませんかというクリエイティブが記憶に新しいこちらのキャンペーンユニフレをはじめとするブランドキーワードが トゥルービュー広告を見ることによってて倍まで伸びてい,ますいいですかブランドキーワードの検索数が3.5倍です SEO や検索連動型広告に携わられたことある方これすごいことですよねブランドキーワードで調べる人って少なく見積もって34割多いと78割のユーザーがもうインストールするんですよそんなキーワードの検索数の伸びですこれが動画を見ることによって生まれます YouTube のトゥルービューをはじめとする他にもいろんなソーシャルネットワーク上での動画およびアドネットワーク上での動画なぜかオンライン動画広告って CPI しか着目してもらえないんですねテレビ CM と同じですブランドを認知させる力キーワードを検索させて自然流入を増やす力または他のネットワークのコンバージョンレートを上げる力が確実にありますまずはそれを ブランド効果測定とサーチリフト測定で無料ですので測ってみませんかさらにですね、えー、A チーム様のこのキャンペーンにおいてこんなことも分かってるんです動画です絵も動きますし音声や音楽などそのゲームの持つ世界観を余すところなく伝えることができるのが動画の強み この動画広告を経由したユーザーと通常のイメージ広告を経由したユーザーを比べたときに継続率において1.7倍ロアスにおいて2.5倍というロイヤルティーの高いユーザーを集めることに成功しておりますいかがでしょう動画広告足元 CPI いいですいいので結構皆様に使ってもらえるんですが本当にそれだけで評価していいのか まずはこのブランド効果ですとかサーチリフトの測定およびその後の LTV かなんかも合わせて計測の仕方も含めて Google と一緒にキャンペーンを設計してみませんかさあお時間になってまいりました最後に私のセッションを簡単に3つにまとめさせていただきます動画かけるアプリという領域 Google が最も注力している分野の一つですご紹介差し上げたプロダクトのように新しいものを日々開発しておりますそしてマルチスクリーン時代 複数デバイスの利用率は60%以上若年層に限ると8割近くです全ての人たちにリーチしてその人たちの自然流入を増やすやり方はもう一つじゃないんですそして最後トゥルービュー広告と調査を活用することでこれらのブランド効果を測定動画広告の持つ本当の力をまずは見える化してみませんか さあ途中いろいろトラブルもありましたが皆さん最後までご清聴どうもありがとうございます。